紅葉の時期の永元寺三門。永元寺は、滋賀県東大見市永元寺高野町にある臨済州、永元寺派の大本山の寺院。三号は、隋、石山。紅葉の美しさで知られる。解散期が、毎年10月1日に行われる。公安元年、大見守護、佐々木氏よりが、寂しつもと光に消えし、自ら回帰となって、 弱室元光を解散として創建した。最盛期には、寂室元光をしたって2000人の僧が入寺し、56、棒物棒印があった。弱室元光の死後はその4人の皇帝が当時を守った。応人の乱が始まると、京都から横川慶さんなどの前僧が当時に避難してくるなどした。しかし、明王元年、ついで a 6六年と2度も、 大きな戦果を受けて、全山消失し、水亡した。江戸時代に入り、明神寺の別、峰松院とその弟子で、永元時代79世となった、空子元弘氏が、再興運動を始めると、寛永二十年、巧妙な一子文み盛を招く。これにより、ご水のお天皇や東福門院、彦根藩の家を受けて、仮覧が再興された。1873年に、 明治政府の政策により、臨済州東福寺派に属したが、1880年に、栄源寺派として独立した。鈴鹿山脈を挟んで、東側の三重県稲部市にも、栄源寺の一部があったと言われ、栄源寺跡と呼ばれる場所がある。三重県稲部市の伝承では、英6年間、織田信長家臣である、滝川和正の軍勢が、 北伊勢地方の寺を焼き払いながら迫ってきたため、三重県側の永玄寺の僧は陛下を逃れるため、寺の宝物などを持ち人よにして竜が竹の南側にある鈴鹿山脈の石船峠,峠を越えて、大江の永玄寺へ逃れたとされているが、永玄寺側の記録には一切触れられていない。三重県稲部市の永玄寺の建物は、滝川一松の軍勢によって焼き払われたが、水田周辺に、 石垣の一部が残されている。本尊は、子がなかった六角三高が熱心に祈願していると、ついに着手となる六角万綱が誕生したことに由来を持つ秘物、四次観世音菩薩である。寺内には、彦根藩主、飯田忠司教の墓所がある。里桜の永元寺は、本寺の境内にあった桜が発祥である。また、東大見市永源寺地区は、永源寺こんにゃくや、 万所茶の産地であり、これ高新のゆかりの記事市発祥の地として知られる。また付近からは2010年に国内最古級1万3000年前の土牛が発掘された。出典2000年までの指定物件については国宝重要文化財大前別館による。滋賀県東大見市永源寺高野町41鈴鹿の山と谷山67校 ふるさとの散歩道44.46号。平成14年6月26日文部科学省。国時代119号文書の印数は、漢方国示による。文化庁サイトの国指定文化財等データベースでは、13式3枚が脱落している。ありがとうございます。